トーマス・アンドリュー・ナイトトーマス・アンドリュー・ナイトはイギリスの園芸家、植物学者であるラドローに生まれた兄弟に美術学者のリチャード・ペイン・ナイトがいる1万エーカーの農園でイチゴやキャベツ、豆などの品種改良を行い大きい温室も作った1797年にリンゴや豆の栽培に関する論文を発表した 18世紀から19世紀にかけての栽培技術に関する指導的な研究者であったが研究結果は彼の死後失われた植物の基礎的な実験を行ったパイオニアであった苗に多愛する重力の影響などの研究した研究の目的は実用的なもので食用植物の品質を改良するための品種改良や栽培技術の改良に取り組んだ ナイトの作ったダウントニチゴは長い間、イチゴの大半の栽培品種の祖先となった。あまり知られていないが、メンベルの遺伝の実験と同じ結果を見出していたが、形質の変化の原因についての考察を行うことはなかった。学問の世界に興味を示さず、他人の論文を読むようになったのは、ジョセフ・バンクスにそうするように言われてからであった。 バンクスとは密接な付き合いをした。ナイトの論文は、王立協会企業に掲載された。1805年に王立協会フェローに選出され、翌年同協会からコプリメダル受賞。1811年から1838年の間、ロンドン演芸協会の会長を務めた。ロンドン演芸協会は、 王立協会の会長のバンクスの尽力により1864年に王立演芸協会として認められた。ティーナイトは植物の学名で命名者を示す場合にトーマス・アンドルーナイトを示すのに使われる。ありがとうございます。